フォルサム戦闘機、中央部のトイジョ離が大きな特徴。フォルサム文化とは、北米のコインディアンティ内四国機に属する石器文化の一つ、クロービス文化を継承するものとして位置づけられている。1926年に、ニューメキシコ州、フォルサム市の南方4から5キロメートルにある、シマロン川の小支流に近接する、フォルサム遺跡の粘土層、歴層の か4メートルの層からカウボーイで、元奴隷で、カウボーイのジョージ・マクジャン・キンガゼン・メツシュのバイソンの骨に、戦闘機が刺さっているのを発見し、その戦闘機が、フォルサム市にちなんで、フォルサムポイントと呼ばれるようになったのが、名称の由来であり、その時の独特な戦闘機が指標となっている、石器文化である。フォルサムの戦闘機は、全長3から8センチメートルくらいで、 おおむね5センチメートルくらいと考えることができる。大圧剥離技法で成功に作られ、片面ないし両面に全長の少なくとも半分から全面に及ぶ幅広いトイ状の剥離が大きな特徴である。フォルサム文化の遺跡は大平原西部から南西部の高原地方に分布しており、バイソンなどを解体して毛皮や肉を取った、いわゆるキルサイトで重骨ともにフォルサムの戦闘機が、 発見されることで認識されている。また、ワイオーミング州のキャスパー遺跡やコロラド州のオルセンチャパック遺跡は、フォルサム人がバイソンの群れを組織的な追い込み量を行って捕殺していた恒例を示す遺跡として挙げられる。FHH ロバーツによって1934から40年に調査されたコロラド州北東部のリンデンマイヤー遺跡では、 分厚い大き跡層の元から全滅種のバイソンやラクダ、原生種のキツネや狼の骨に伴って、フォルサムの戦闘機をはじめとする石器類が、同一の生活面で発見された。戦闘機以外の石器にはナイフ型石器、チョッパー、数種類のスクレーパー、サイドスクレーパー、鈍角な刃を持つ装置、石づち、スリー石が確認された。その他他鉄鋼製品、水、針、 ナイフとして用いられた骨格器と骨製円板、ビースなどが出土している。さらにリンデンマイヤーでは、フォルサムの層の下からクロービスを伴う層が確認されるなど、相違関係が確認されている。1954年に F ・ウェンドルフラによって調査されたテキサス州西部のシャルバウアー遺跡では銃骨には伴わないものの、最上層からフォルサムの戦闘機が確認された。 シャルバウアーでも、クロービスを伴う層がホルサムを伴う層の下から確認されているため、両者の進級関係が明らかになっている。放射性炭素年代測定によると、リンデンマイヤーは1800バイト P、シャルバウアー上層は11000バイト P という結果が得られ、年代的には、クロービスの起源前1万年前から同9000年に対し、 紀元前9000年から同8000年という位置づけがされている。その他、マクハフィー、ブルースター、テキサス州のラボックなどの遺跡がフォルサム文化の遺跡として知られている。ありがとうございます。